タバカリー建国の泉の意味は、アイルランドスライ5県の町。スライ5県の中で人口、広さともに、スライ5に次ぐ2番目の規模の町。オックス山地の麓に位置し、主要国土 N17 号が通る、アイルランドで最初にフェアトレードタウンの認定を受けた町の一つである。資料にタバカリーが初めて言及されるのは1397年である。この年、 二つのオコーナー星の一族、ロスコモンから来た一族とスライゴから来た一族の間でこの町の支配をめぐった戦いがあった。6世紀アイルランドの聖人、聖な日がこの地域の守護聖人である。地域のスポーツシーンとしては、ゲイリックフットボールとハーリングのチームとサッカーチームが含まれる。町の端にはゴルフコースがある。他のスポーツではバドミントン、 陸上競技と空手といった活動が行われている。タバカリーは聖アトラクタコミュニティスクールの本拠地である。この学校はバナダ修道院セカンダリースクールとマリスト会修道院聖アトラクタ教会学校が合併し2002年11月に開校した。ハンバートストリートにあるこのモダンな市民の建造物は最新の図書館や会議室。 行政のオフィスが収まっており、建築物の賞も受賞している。打ち合わせなど様々な目的で地域に使用されている。図書館は、タバカリー作家グループ、タバカリー本の無読書グループ、そして図書館の子ども向けチェスクラブといった、たくさんのコミュニティのグループの結成を促進してきている。また、タバカリー綺麗な街、プロジェクト、タバカリー女性グループ、 タバカリー郷土史の会といった他のグループも会合によく図書館を利用している。図書館は今や辛い5県における唯一の様々な展示とコレクションの会場であり、地域の人々への興味のたくさんのワークショップや発表会、講演会の会場を提供している。ありがとうございます。